こんにちは、すみやです。今日はシャープキャップの使い方解説第15回です。電子感棒の最大の難敵ホットピクセルのノイズを減らす方法です。シャープキャップに最近ダーク補正の新機能が追加されたのをご存知ですか？これを使うとダークフレームの撮影をしなくてもホットピクセルをほぼ完璧に消すことができます。こんな便利な機能を使わない手はありませんね。まさに電子感棒の難敵ホットピクセル攻略の最強ツールです。その新しいツールはホットピクセルリムーバルオンリーと名付けられています。ダークフレームを取ったり引いたりする必要がなくなる最強ツールです。デフォルトの設定は感度5となっています。ダークフレームで削除されるホットピクセルの合計輝度の約 90% が消えると言われています。感度を10まで上げると、ホットピクセルの約 98% が消えるそうです。それでは実際にこのホットピクセルリムーバルオンリーを使ったオリオン大星雲の比較動画をご覧ください。どうぞ。電子感棒中のホットピクセルがどのようなものかを最初にご覧ください。最初にダーク補正していない場合をご覧ください。ライブスタックを始めるとあちこちに赤、青、緑のホットピクセルが現れますね。それが時間とともにどんどん長くなっていきます。大変厄介なノイズです。次にダーク補正した場合をご覧ください。先ほどの赤、青、緑のホットピクセルが出てきませんね。ライブスタックを続けても全く現れません。両方を左右に並べて同時に再生してみましょう。左がダーク補正していないもの、右がダーク補正しているものです。違いがはっきりわかりますね。最後に輝度を上げてみた画像をご覧ください。丸で囲んだ部分にホットピクセルがたくさんありますね。同じ日に同じ条件で撮影しても大きな差が出ましたね。ダーク補正の重要性がわかります。この2種類の動画はホットピクセルリムーバルオンリーなのか、望遠鏡に蓋をしてダーク補正をしたのか、ちょっと今記憶がないんですが、いずれにしてもダーク補正があるのとないのでは大きな違いがあると思います。それでは実際のオリオン大星雲で見比べてみましょう。どうぞ。スミーさん、ダーク補正にホットピクセルリムーバルオンリーを使います。ホットピクセルノイズが消えました。ダークフレームを撮影しますので、しばらくお待ちください。ダークフレームを撮影してダーク補正しています。露出時間は2秒です。300枚、10分を超えました。位置を調整します。しばらくお待ちください。ダークフレームを撮影してダーク補正してオリオン大星雲をライブスタックしています。カメラはネプチューン C2 です。望遠鏡はシャープスター13028HTN です。5分を超えました。ダーク補正なしで再開します。しばらくお待ちください。5分を超えました。ダーク補正に、ホット、ピクセル、レモバル、オンリーを使って再開します。しばらくお待ちください。チャチャさん、スミーさん、こんばんは。スミーさん、チャチャさんこんばんは。チャチャさん、鳥以外に例えようがないくらい鳥ですね。ターキースミーさん、今日の日の鳥は実験台です。ノイズの実験をしながらライブ配信しています。5分を超えました。赤、青、緑のノイズがありませんね。実験画面に移動します。右の前処理のダーク補正の欄にホット、ピクセル、レモバル、オンリーを使って撮影しています。感度は5です。実験を終了します。オリオン大星雲をお楽しみください。
いかがでしたか？補正なしの場合は赤、青、緑のホットピクセルがたくさん現れます。もちろんダークフレームを撮影すればこのホットピクセルは消すことができます。しかし望遠鏡に蓋をしてダークフレームを撮影するのは一手間かかります。しかも露出時間を変えたりするとダークフレームは撮り直しする必要があります。この手間を一気に解消してくれるのがホットピクセルリムーバルオンリーです。ネプチューン C2 にこの機能を使うと絶大な効果がありました。次回はウラヌス C で検証したいと思います。乞うご期待です。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。